トレーニングの回数が減り、食べる量が増えて、体重が増えているような気がする大輔です。冒頭でお見せした通り、私のですね、月の手取りは10万円ということで、驚いた方も多いんじゃないでしょうか。世間では14万円が底辺だとか、いろいろ言われてますが、私は10万円です。しかも夜勤です、これ。はい。まあ、いろいろ言い訳というか理由はあります。これはまず、今年の1月の給与明細なんですね。ちょっとお見せしますけど。はい。1月なので、正月休みがあるため、普通の月の勤務日数よりも結構少ない日数なので、ここまでの金額になってしまったということですね。これはまあ、初めて言うんですけれども、私、1日8時間働いてないです。はい。フルタイムじゃないんですよ。時短労働しておりまして、すいません、怠け者で。これはちょっとあんまり告白したくなかったですけど、いい年こいて、そうですね。よっぽど好きで楽しい仕事じゃないと8時間持たないんですね。あ、もちろんそれでも8時間働いた時期はありますけど、だ長くは持たないということですね。8時間長くないですかね。っていう話をまた今度やりたいので、その時はよろしくお願いします。ちょっと今日は、この低い給料を発表するだけでちょっと精一杯ですね。恥ずかしい部分があるので、40代で夜勤で手取り10万円です。もう一回言いましょうか。私は40代で手取り10万円しか稼げない男です。しかし、底辺だとは思っていません。ポジティブです。はい。だからその、似たような業種の人で、YouTube やってる人、割といるんですけど、その15万しかなくて、僕は底辺だ、みたいに言ってるんですけど、いや、結構もらってんな、と思いましてね。正直。まあ、そういうの見るたびに、もうちょっと頑張んなきゃいけないのかな、と思います。はい。これからもよろしくお願いします。